もうね、4月にもなって、4月まだね、春かなって思うけど、ちょっと太陽もすごいね、照ってるので、皆さん帽子かぶったり、水分補給したりだとか、熱中症対策はね、十分気をつけてください。はい、それじゃあ宮崎県のシンボルキャラクター、宮崎県のひーくんと、むえちゃんと、さーくんでーす。本日はどうぞよろしくお願いします。なんか、お姉さんの声めっちゃ響くね、今日。もう、やまびこからってぐらい聞こえて、いい感じ？ OK、ありがとう。ありがとう。よし、じゃあ今日はね、友達もお客さんもたくさん来てくれているので、3匹の自己紹介をしていきたいと思います。さあ、じゃあ今日は誰からいきましょうか？お、はい。あら。カー君は手あげないらしい、今日は譲るんだ今日は譲るのね。はい、じゃあ、あ、で、むーちゃん、むーちゃん手あげてない子にどうして、どうぞどうぞ。じゃあ誰から行きましょうか。じゃあいろんなことをスルーしてひーくんから行きまーすひーくんから行こっか。はい、よっしゃ、ひーくん真ん中にどうぞ。はい、こちらひーくんです。ひーくんは頭に黄色くて丸いかぶり物、そして頭のてっぺんには緑の葉っぱが乗っています。ひーくん今日めっちゃ元気だよ。緑色の葉っぱなんか長いね、なんか音符みたいだよひーくん音符の形してるわ今日は。で、音符じゃないんですね、これはね、宮崎県の特産物日向夏のかぶり物になっています。ひーくんは大好きな日向夏のかぶり物をかぶって宮崎県の美味しい食べ物を全国に PR してくれているんです。ひーくんいつもありがとう。さあ、ひーくんは特技があります。それは日向夏のお裾分け。やろうよ今日、友達いっぱい来てくれてるからね。でもね、なかなか一発目でみんな日向夏キャッチできてないよね、いつもね。だから今日は最初に練習したいと思います。ひーくんが日向夏お裾分けをしていきます。ポーンと投げるので、皆さんしっかりキャッチしてください。いや、もうキャッチの仕方はもう何でもいい、もうバンって手で潰してもいいから潰してもいいよね。あ、大事にした方がいいかな大事にね、お手手綺麗にね。はい、じゃあね、みんな一回練習いくよ、しっかりキャッチしてね。さあ、ひーくんが日向夏を投げました。はい、キャッチ、プチプチキャッチキャッチ。お、いい感じじゃん、ひーくん今日。よし、じゃあ今日は投げがいがありますよ。よし、じゃあひーくんいっぱい日向夏集めて集めて。さあ、いきますよ、ひーくんの日向夏おすわけです。どうぞ、ボーイ。お、受け取ってくれてる、みんなありがとうございます。嬉しいね、日向夏パワーでね、皆さん元気いっぱいになってください。はい、さあ、そんなひーくんは3匹の中でとってもしっかり者のリーダー格の男の子になっていますので、ひーくんの応援よろしくお願いします。ひーくんバッチリお姉さんもね、一生懸命やってる、これはもう一生懸命やってるからねひーくんに負けないように頑張るね。で、待ってよ、いっぱいひーくん夏集めて集めて。さあ、いきますよ、ひーくんのひーくん夏おすわけです。どうぞ、ボーイ。お、受け取ってくれてる、みんなありがとうございます。嬉しいね、ひーくん夏パワーでね、皆さん元気いっぱいになってください。はい、さあ、そんなひーくんは3匹の中でとってもしっかり者のリーダー格の男の子になっていますので、ひーくんの応援よろしくお願いします。ひーくんバッチリお姉さんもね、一生懸命やってる、これはもう一生懸命やってるからねひーくんに負けないように頑張るね。で、待ってよ、そう、さっきね、2匹後ろで見たのよ、ちょ、なんかお花見てるなって思ってさ。でも、お花見るのはいつものことだからいいかなって思ってたんだけど、いないんだけど、いないよ、いる？ほんとだ、なんかね、大きい茶色いのが2つ見える。ちょっと、むーちゃん、かーくん、ステージ終わっちゃらんて、早く戻って、もういっか、いっかいっか。よし、じゃあひーくんと皆さんで質問コーナーとかね、やっちゃいましょうかね。はい、皆さん質問ある方どうぞ。
はい、どうぞどうぞ。あら、なかなか手が上がりませんよ、ひーくん。やっぱ2匹のね、自己紹介がみんな聞きたいらしいわ。うん、戻ってきてください。反省して走ってきてください。それ走ってないでしょ、むーちゃん。あら、今日かわいいのつけてきてるね。じゃあ、そのかわいいの紹介しよっか。はい、むーちゃん真ん中にどうぞ。むーちゃん近くに来ると圧がすごいわ。はい、嘘嘘。はい、行くよ、むーちゃん、どうぞ真ん中に。はい、こちらむーちゃんです。はい、むーちゃんご挨拶しましょう。みなさん、ごめんね。おにぎり置いてね。みなさんごきげんよう。はい、むーちゃんご挨拶でした。はい、こんにちは。むーちゃん頭の上に宮崎県の木フェニックスを乗せた3匹の中で唯一の女の子、そしておしゃれが大好きということで、むーちゃん今日は花旅の洋服で遊びに来てくれたんだね。ありがとう。今日はね、本当にね、お花いっぱいね、周り咲いてるから、もう前も後ろもすごいね、いろんなところで咲いてるからね、ぴったりなお洋服を選んできてくれました。そしてお耳にはリボン。あ、リボンじゃない、アメちゃんだ。アメちゃんだ、かわいい。なかなか見ないよね、割と新しいよね、そのアメちゃんのね、髪飾りはね。はい、むーちゃんおしゃれが大好きということで、いっぱいお洋服を持っているんです。むーちゃん、いくつお洋服持ってるかみんなにさ、教えてあげてくれない？はい、よし、じゃあむーちゃん教えて。おー、考えて考えて、いくつあるっけ。お、おめでとう。6、むーちゃん6着お洋服持っています。イベントごとにね、たくさん買えるのでね、またむーちゃんのお洋服にもぜひご注目してみてくださいね。むーちゃんの応援よろしくお願いします。めっちゃ拍手もらいました、嬉しいね。むーちゃんおにぎり持ってきたんだね、今日ね。いいよ、食べてていいよ。またね、後からもう一回ダンスするからね、いっぱい食べといて。あ、どすこいどすこい。違うよね、むーちゃんモデルさんみたいに細くて足がな、な、長く長いということにしときましょうかね、むーちゃんね。はい、よし、じゃあ次バトンタッチしようか。バトンタッチしてきて。じゃあ教えて。おお、考えて考えて、いくつあるっけ。お、おめでとう。6、むーちゃん6着お洋服持っています。イベントごとにね、たくさん買えるのでね、またむーちゃんのお洋服にもぜひご注目してみてくださいね。むーちゃんの応援よろしくお願いします。むーちゃん拍手もらいました、嬉しいね。むーちゃんおにぎり持ってきたんだね、今日ね。いいよ、食べてていいよ。またね、後からもう一回ダンスするからね、いっぱい食べといて。あ、どすこいどすこい。違うよね、むーちゃんモデルさんみたいに細くて足がな、な、長いということにしときましょうかね、むーちゃんね。はい、よし、じゃあ次バトンタッチしようか。バトンタッチしてきて。次の子は誰だ。しないの、自己紹介タッチ。はい、かっこいきますよ。さあ最後、かーくんです。ごめんごめん、もうたったか進めようとしちゃったわ。はい、かっこいきましょうか。かくん最初決めポーズから始まります。決めポーズ決まったと思ったら皆さん拍手の方お願いします。これみんな何かわかる？今日すごいね、何さん、これなんか紙切れだと思ってさ、今日。ごめんごめん、なんか台本渡されるのかと思ってびっくりしたよ。餃子ね、宮崎市ね、日本一取りましたからね。はい、じゃあかくん決めポーズいきますよ。じゃあ皆さん、たくさん大きな拍手お願いしますね。じゃあかくん行くよ。かくん、ちょっと待ってん、メダルが、10周年のメダルが、よしよし、オッケーオッケー。じゃあみんなにかっこいいとこ見せようね。よっ、せーの、うーっ、シャキーン。あ、拍手もらえた、嬉しい。でもかーくん転んだからダメダメ、そんな日もあるか、仕方ないね。もう一回行きたい。もう一回行くの、気合十分だね今日。はいはい、じゃあもう一回行こう。
皆さんごめんなさいね、もう一回お付き合いください。それじゃあ角いくよ、せーの、シャキーン、バッチリ角くん決まりました。角お疲れ、かっこよかったよ、バッチリバッチリ、かっこよかったかっこよかった。はい、それじゃあ角くんの紹介続けていきますね。角くん頭には赤いトサカ、そして口には黄色いクチバシン、そしてそして両手にはじゃーん、羽が生えています。こちら宮崎県の有名な地鶏、宮崎地鶏子の格好をしているんです。かくはいたずらが大好きで食いしん坊、そして特技があるんです。じゃあかくん見せてください。おおお、うわ、キックより決まったよ。さすがですね。はい、かくんダンスが得意なんです。3匹の中でとってもキレキレなダンスを披露してくれるので、かくんのダンスにもぜひ注目してみてください。かくんの応援よろしくお願いします。はい、3匹の自己紹介も終わりましたよ。はい、餃子あげるわ。お姉さんも食べたいけど、決めポーズ決まったと思ったら皆さん拍手の方お願いします。これみんな何かわかる？餃子すごいね。姉さんこれなんか紙切れだと思ってさ、今日急にごめんごめん、なんか台本渡されるのかと思ってびっくりしたよ。餃子ね、宮崎市ね、日本一取りましたからね。はい、じゃあ各決めポーズいきますよ。皆さん大きな拍手お願いしますね。じゃあ各いくよ。各ちょっと待ってん、メダルが10周年のメダルが、よしよし、オッケーオッケー、じゃあみんなにかっこいいとこ見せようね。よっ、せーの、うーっ、シャキーン、わっ、拍手もらえた、嬉しい。でもかっくん転んだからダメダメ、そんな日もあるか、仕方ないね。もう一回行きたい。もう一回行くの、気合い十分だね今日。はいはい、じゃあもう一回行こう。皆さんごめんなさいね、もう一回お付き合いください。それじゃあ角いくよ、せーの、おー、シャキーン、バッチリ角くん決まりました。角お疲れ、かっこよかったよ、バッチリバッチリ、かっこよかったかっこよかった。はい、それじゃあ角くんの紹介続けていきますね。角くん頭には赤いトサカ、そして口には黄色いクチバシン、そしてそして両手にはじゃーん、羽が生えています。こちら宮崎県の有名な地鶏、宮崎地鶏子の格好をしているんです。角はいたずらが大好きで食いしん坊、そして特技があるんです。じゃあ角見せてください。おおお、うわ、決めポーズより決まったよ。さすがですね。はい、かっくんダンスが得意なんです。3匹の中でとってもキレキレなダンスを披露してくれるので、かっくんのダンスにもぜひ注目してみてください。かっくんの応援よろしくお願いします。はい、3匹の自己紹介も終わりましたよ。はい、餃子あげるわ。お姉さんも食べたいけど、それちょっとあんまり焼き目がないから、焼いてる、内緒内緒ね。内緒内緒。あれ、ちょっと自己紹介終わったけど、もう一曲は、あ、食べたいの？キッチンカー来てるからね、いっぱいね。お姉さんは後で全県回っていきたいと思う。ダメですか、ダメですか、みんなで分けっこしましょうね。はい、え、ちょっと待って、お肉誰が持ってきたの？知らなかったよ、アンパンマンに隠してたんでしょ。おにぎりも持って、え、ちっちゃいおにぎりあるし、本当に知らないからね。ブク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 太っても、お姉さん知らないよ。 T は大丈夫、あ、筋トレね、体力作りするからね。むーちゃん、むーちゃん、むーちゃんはね、お姉さんもちょっとだけ思って、なんでもないよ。むーちゃん次行こう、次ダンス、ダンスダンスしよう。うん、大丈夫大丈夫、ダンスしよっかね、うん、今日のみんな